戦というゲームになります。目指すものはもちろん金メダル、金メダルを取るっていうことのためにもそうなんだけど、大会を終えるときにみんなには力を出し切った、やり切ったっていう気持ちで大会を終えてほしいなっていうのを思って、もういろんなことこう起こると思うし、いろんな山もあると思うし、いろんなこと考えることあると思うんだけど、ここにこう立ち戻りながら素晴らしいことができてるっていうことを大切にしてほしいな。でもしこの状態で戦うことができたときに、この早稲田日本元気のみんなの姿を見て、早稲田日本元気になったすることができる、そういうことにつながっていくんじゃないかなというふうに思って、12人こうそれぞれ、素晴らしい力を持っていて、その力をこう発揮してほしいと思ってるし、このチームがチャンピオンになるためには一人一人の力が必要だというふうに思って、予選リーグこうグループ2つ分かれてて、トップ4チームがクォーターファイナルに進出と、同率の場合になるとその当該チームで得失点になるし、それでも一緒だったら総得点の差になるっていうところも意識した上で、最後の最後まで点を取りに行って得点差をつけておくってことをもう今日のゲームからやっていこうと思っているので、その意識で戦っていきましょう。呼吸続けていきます。初戦の朝です。どうですか？すがすがしい。頑張ります。どうですか？頑張ります。それだけですか？はい、それだけです。らしいです。どうですか？朝ですけど、初戦の朝。初戦の朝ですけど。そうですね。見てる。準備待ってきます。おにぎりパワーで。最終調整、完了です。準備万端。全然緊張はしてないです。楽しみです。頑張ります。緊張してます？緊張はまだあんまりしてないです。どうですか緊張？なんか相手のなんかやりたいこととかがよく分かったので、それを試合でしっかり止められたらいいなと思います。頑張ってください。頑張ります。いよいよ今日初戦になりますが、どうでしょうか？選手たちと今日ミーティングをして、しっかり心を整えてきてるなっていう頼もしさを感じました。きっと持ってる力を出し切ってくれるんじゃないかなというふうに思ってます。楽しみですね。そうですね、最高のサポートができるようにみんなで頑張りたいと思います。アイコでしょ、アイコでしょ。負けたー、負けたよー。最初はグッチャグッパ、なんかかわいい。負けたー。違う、好きなおにぎりで選べよ。好きなおにぎりで選べよ。じゃあひなの頑張るから。はい、あ、優しいよ。名前がいいけどどっちかわかんない。自分で握ったのに。じゃあツナマヨいただきます。あと何？かわいいな。選手のツナマヨ、インサイドで優しさをスタッフ。頑張りましょう。おはよう。飲みたい。これ飲んでもいいですか？これやっぱり
まあ、今までできうる最高の準備をしてここに来てる、まあ、その準備してきたっていう気持ちで試合に入っていきましょう。球際の勝負で勝つ、これが強い時にやっぱり流れ取れてるな。それはリバウンドもそうだし、ボールマンプレッシャーもそうだし、オフェンスプレッシャーに負けない、まずこの試合戦いに行こう。高村、はい、Rush to the hot hand! It continues! Doesn't even hesitate on that shot. Manley and Toto from three, nothing but net! You could tell when that left her hand. Akaho, no one's paying attention. She gets... Make sure that they don't make the basket. Now we're seeing... Mowally. Running all alone. So easy, but it's not. It's the timing. 個人的にもすごくシュートタッチが良くて、シュートをしっかり決めきれたっていうのはすごく嬉しかったです。で、チームの雰囲気もすごく良くて、明日の試合にもしっかりつなげれると思うので、頑張っていきたいと思います。緊張しました。初めての会見。はい、そうです。ワールドカップデビュー戦で会見になるそうですよね。シンデレラガール、シンデレラガール、お父さんお母さん喜ぶな親孝行だ、軽やかにすがすがしくっていうね。めっちゃ褒められてますけど嬉しいですお疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしたか今日の試合。勝ててよかったです。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか今日の試合。みんな頑張りました。頑張りました。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか初戦。勝ててよかったです。いちごを食べてます。お疲れ様です。かわいい。どうでしたか。ちょっとスリーポイント入んなくて慣れました。でもちょっと違うところで頑張れたから、まあそれは良かったんで、切り替えて明日頑張ります。